どうもこんにちは。この動画を公開している頃はもうすでにね秋田県ぐらいに行ってるんじゃないかなと思うんですけれども、今車中泊の旅をしてます。で、車中泊の旅をしてまして、どんな荷物を持っていったのか、もしくは車内がどんな感じだったのかっていうのがですね、気になる方もいらっしゃると思いますので、今回はですね、この車の中、今この動画を撮ってるのはまさに出発する前日ぐらいなんですけども、車の中がどういう感じになってるのかっていうのを見ていこうかなと思います。まずはですね、運転席と助手席の上なんですけども、これがスピーカーで、これはいらないかもしれないんですが、一応スピーカーと身の回りの例えばピンセットとかその辺が入ってる小物入れ、それと撮影用のバッテリーなんかが入ってる箱、これがねセットしてあります。あとこの中にはねゴミ袋も入ってるんですが、そういうね日用品をこの中に入れるようにしてます。日用品って小さいものが多いので、ここで十分じゃないかなという感じです。でこれがですね、さっきから車輪と言ってるやつなんですが、ドライブレコーダー、赤さのドライブレコーダーをつけてます。何かあった時のためにねドライブレコーダーっていうのは必須だと思いますので、このドライブレコーダーをつけっぱなしにしている状態です。で、車載映像、これをね撮りたかったので、これもね赤楚なんですけれども V50 Pro、 こちらをねここにセットしてあります。なのでですね、これで道中の映像を撮りながら車中泊の旅を進めていきたいなと思ってます。ちなみにねこの赤楚のドライブレコーダーから出てるケーブルなんですが、マイクも一応買いました。でマイクも買ったので、さらにね聞き取りやすい音声で録画ができるんじゃないかなと思います。このね台座も結構いろいろ悩んだんですけども、このダッシュボードにつけられそうだっていうことでこの台座にしてます。こちらも概要欄の方に貼っておきますので、もしですね車載動画を撮りたいというような方がいらっしゃいましたら、是非見てみてはいかがでしょうか。それと運転席側にスマホのスタンド、これもね用意してます。このスマートタップっていうスマホスタンドのレビュー動画がなかったので、ちょっと不安ながらも買ってみたんですが、同じようにねダッシュボードにつけることが可能になってました。でダッシュボードにつけることも可能ですし、置いてちょっと押すとカシャンと結構ね頑丈にホールドしてくれてますよ。運転中はスマホが触れないので、ここにずっと置いておけばいいかなと思います。次にね後部座席なんですが、ここの座席も荷物置き場にしたいなと考えてます。こういう風に倒せばですね結構広いスペースができるのと、あとちょっとした荷物ぐらいなら置けるだろうと思ってます。で、ここをね下駄箱というか靴置き場ですね、靴置き場にしたいっていうのがあったので、今回ねこういうベッドにしてるっていうのもあります。いまいちですねみんな靴をどこに置いてるんだろうと思ってたので、ここをね靴置き場にして、ここから出入りをしたいなと思ってます。あとはこれはねちょっと個人的に必要な灰皿です。であとねこの冷蔵庫なんですけども、冷蔵庫に関しては置き場所が最終的にどうなってるかはまだ不明なんですけども、もしかしたらここに置くかもしれませんし、もしくは助手席に冷蔵庫を置いてるかもしれません。どっちにしろねこれは必ずあった方がいいので、これは持っていってます。でこれがねベッドの下なんですけども、ベッドの下には折りたたみのテーブル、折りたたみのテーブルと何かあった時のための養生テープと、これまた灰皿ですね、灰皿と、あとはねキャンプで使うような折りたたみのアルミテーブル、これが置いてあります。このテーブルの左側に関してなんですけれども、この2つのものが置いてあります。1つはエイプマンの A80、 アクションカメラとバッテリーが置いてあります。で、こちらに関しては万が一ねバッテリー上がりを起こした時のために、バッテリー上がりを直してくれるもの、これをね積んでます。バッテリー上がりぐらいであればこれで直せるので、これがあるとかなり安心かなと思います。はい、それとですね、空いたスペースはこんな感じになってます。テーブルを置いてない時ですね、まずはバッテリー、ポータブル電源が2つ、2つもいらないんですけども、一応ねこれをね新しく入手しましたので、テストも兼ねてこれを使いながら車中泊をしてみようかなと思ってます。でこの箱の中なんですけれども、ここにはシングルバーナーなどが入ってます。でこれはねそのまま椅子にも変わるので、これがあるといいかなということで持っていくことにしました。でこちらの隙間には調味料が入ってます。であとはですね寝具になるんですけれども、まずはですねネイチャーハイクの薄手の寝袋、それともう1個はですね冬に使ってた赤い寝袋、ダウンの寝袋ですね。行く場所が岩手県というところで、行ったこともないですし気温もよくわからない場所ではありますので、この両方を持っていこうと思ってます。であとはこちらですね、ポンチョにもなりますし、敷物としても使えるというものです。これは前レビューしましたんで、もうね知ってる方もいるんじゃないかなと思います。で、ありがたいことにですね、この Wi-Fi をポケット Wi-Fi なんですけれども、これを使ってみませんかということで今レンタルをさせていただいてますので、これもね持っていこうと思ってます。月間でですね100ギガまでは速度制限なしで使えるということなので、これを持っていってですね、ライブ配信とかできたらいいなと思ってます。でこれプラスあとはね着替えですよね。着替えとあとバスタオル何枚かぐらい、それぐらいしか持っていくつもりではないので、結構ねシンプルな装備になったんじゃないかなと思います。そういうことでですね、車中泊の旅帰ってきてから、最初に公開できるのが25日ぐらいになるのかな、25日以降になるかもしれませんけれども、もしね興味のある方は是非車中泊の旅の動画も見てみてください。それでは。